千里休造千里休天正19年2月28日は、戦国時代から安土桃山時代にかけての商人、茶人、わび茶の完成者として知られ、茶聖とも称せられる。また、今井宗久、津田宗急と共に、茶の湯の天下三宗省と称せられ、利休七明に代表される数多くの弟子を抱えた。また、末吉孫左衛門の親族である、 平野の兵衛理法と親しく交流があった。子孫は佐藤の参戦家として続いている。千里宮は天下人、豊臣秀吉の側近という一面もあり、豊臣秀吉が九州、織田信長から継承した、ご茶の湯御聖堂の中で多くの大名にも影響力を持った。しかしやがて、秀吉との関係に不和が生じ、最後は切腹へと追い込まれた。 切腹を命ぜらるに至った真相については、諸説あり、定まっていない。陽名は、田中義郎を、後法名を、総益、法政祭とこうした。広く知られた、利休の名は、天正13年の禁中茶会にあたって、町人の身分では散大できないために、大木町天皇から与えられた、小事号である。公安者は、大林総統、奨励衆、 古典宗珍など小説がある。いずれも大徳寺の十字となった瞑想で、宗灯と宗は、堺の南州寺の十字でもあった。宗珍の兄弟弟子であった、中国宗縁によれば、大林宗縁が、公安者だったという。しかし宗灯は、近中茶会の十七年前に自弱しており、彼が関わったとすれば、利休が宗灯から与えられたのは、利休宗益の名であり、若年寺は、 意味名の、葬益を使用し、少なくとも吉郎と称していた、天文4年4月28日から天文13年2月27日以前に、葬益と合したと考えられる。後に、宮中三代に際して、字の、利休を、小事号としたと考えられる。こう考えれば、宮中三代の2年前、天正11年に描かれた、肖像画の固形装置による三に、 利休総益前人とあることも理解できる。豪の由来は、妙理、すでに旧須の意味とする場合が多いが、現在では、利心旧世世の境地を目指せと考えられている。なお、茶行の作者とされる利空にちなんだものだという説も一部にあるようである。いずれにせよ、利休の名は晩年での名乗りであり、茶人としての人生のほとんどは総益を名乗る。 泉国、堺の商家の生まれ。父は、田中与平。母の本名は、月新太一、妹は宗縁。家業は、悩衆。塩魚を、独占的に扱う商人ないし、そういった商人たちに倉庫を貸す、門だったとされる。19歳で父を失い、それと前後して、祖父も失う。祖父の七回帰に無罪のため法要ができず。 涙を流しながら墓掃除をしたとの日記が残る。当時、応人の乱の影響で、特権的商人たちは、独占に対する保護を失い、苦境に立たされていた。17歳より茶の湯を習う。利休の最初の死は北向き、道鎮。南方録によると、その後、竹の女王に支持し、死と共に茶の湯の改革に取り組んだとされているが、この記述は、堺井記者の物語や、 南方六の種本とされる、境鏡にはない。他方、三条州二記の記述から、利休の死は、女王ではなく辻元彩だった可能性が指摘されている。天文13年2月27日、松屋癖らを招いて、茶会を開く。この茶会が、信頼性のある記録の中で、最初の利休の茶会である。この茶会で利休は、受講茶碗を用いており、以降、 A62 年までの松屋会期及び天皇寺や会期に記録されている4つの茶会でも受講茶碗を使っている。商人としては、堺の実質的支配者であった三好氏の雇用商人となり、財を成したと推測されている。A64 年までに受講茶碗を三好十九に千貫で売っている。堺の南州寺に参前し、その本山である、 京都郊外紫野の大徳寺とも親しく交わった。永禄十二年以降の堺が織田信長の直轄地となっていく過程で、堺の豪商茶人であった今井宗久、津田宗久と共に、信長に茶道として飯抱えられる。天正二年三月に、信長が京都商国寺で開いた茶会に、他の堺の有力商人九人と共に招かれたとの記録が残る。 この時までに、堺の自治組織である、海合衆の一員となっていたと考えられる。天正三年、越前の一向一揆総統選を行う信長のために鉄砲玉を調達して送り、車上を受け取っている。天正十年六月の本能寺の変及び、山崎の戦いの後は、豊臣秀吉に仕えた。同年八月に、秀吉を訪ねた利休は、茶室を作るように命じられ、 約半年をかけて、翌年3月に現存する利休作の唯一の茶室である大案を完成させた。この時、矢部内上地に宛てた書状に迷惑なることを秀吉から頼まれたと記している。天正11年5月には、秀吉が大見坂本城で開いた茶会で、初めて茶道を務めている。天正12年には、秀吉が築城した。 大阪城内の庭園空間である山里に二畳の茶室を作っている。その周りには柿と羽木戸が作られ、茶亭としての路地が生まれることとなった。これ以後、学者碗や竹花入れなどの茶道具を創作するようになる。天正十三年十月の秀吉の大義町、天皇への金中根茶に奉仕し、この時宮中三大するため小事号、利休を直玉物される。 同年、黄金の茶室を設計。天正15年には、北のお茶の湯を主観。同年完成した、樹落大内に屋敷を構え、築堤にも関わり、六も三千国を賜るなど、茶人として、名声と権威を誇った。秀吉の政治にも大きく関わっており、大友総林は、大阪城を訪れた際に、豊臣秀長から、抗議のことは私に、 内々のことは総役にと忠告された。天正19年、利休は突然秀吉の激励に触れ、堺に沈教を命じられる。前田利家や利休七明の内古倒り部、細川忠興ら大名である弟子たちが奔走したが、除名は叶わず、京都に呼び戻された利休は、樹楽屋敷内で切腹を命じられる。去年70。切腹に際しては、 鉄子の大名たちが、利休奪還を図る恐れがあることから、秀吉の命令を受けた、上杉影勝の軍勢が屋敷を取り囲んだと伝えられる。死後、利休の首は一条戻り橋で強襲された。首は玉物氏の一員ともされる、大徳寺三門城の木造に踏ませる形で、晒されたという。利休が死の前日に作ったとされる意義が残っている。くすみそやす。 沢四月修理休記は、現在、3月27日及び3月28日に、大徳寺で行われている。利休が秀吉の怒りを買った原因を、大徳寺三門改修にあたって、増上満があったため、自身の接ったばきの木造を、楼門の2階に設置し、その下を秀吉に通らせたとする説が知られているが、その他にも様々な説があり、詳しくはわかっていない。 千利休の自害後、呪落城内にあった利休呪落屋敷は、秀吉の手によって取り壊された。利休七明の一人である、細川忠興総研の大徳寺高等院には、この利休屋敷の一部と伝えられる書院が残る。十数年後、この屋敷跡地は、忠興の長男、長岡急務の茶室、農前屋敷として活用された。茶の湯の後継者としては繊細。 宝心明珠の子である嫡男、千道安と、五歳、宗恩の連れ子で娘婿でもある千昌安が有名であるが、この他に、娘婿のモズ宗ムネヤス、仙寺の名前が挙げられる。ただし、道安と昌安は離宮死罪と共に採居し、千家は一時取りつぶしの状態であった。豊臣家の茶道としての光景は、古田織部であったが、その他にも、小田浦臭い。 細川忠興ら多くの大名茶人が、わび茶の道等を継いだ。利休の死後数年を経て頃、徳川家康や前田利家の取りなしにより、道安と昭安は赦面された。道安が、堺の本家堺千家の家督を継いだが、早くに断絶した。このため、昭安の継いだ京千家の系統のみが現在に伝わる。また、矢部内流家元の矢部内家と千家にも、この時期に、 隕石関係が生じる。三前は千八千勝安の系譜であり、大徳寺の活職であったその息子、千宗丹が原属して、現在の表千家、裏、千家の辞書である京都の本邦寺前に屋敷を構えた。この時宗丹は、秀吉から、利休遺品の好き道具長渕三三を賜ったという。その次男宗主、三男、宗佐、四。 男喪失がそれぞれ独立して流派が分かれ、武者の工事千家館、旧案、強千家不信案、裏千家京案となっている。九段の木造は脅異様に現存する。千里旧像天正十一年、古景喪鎮三千里休屋敷跡利里旧古寺四百年記念秘伝、千里旧地区花入れ、音玉利休は、様々な、新しい試みを作動に持ち込んだ。楽家初代。 長次郎をはじめとする職人を指導して、好みの道具を作らせるとともに、自らも茶室の設計、花入れ、茶尺の制作など、道具の制作にも熱心であった。女王の時代にあってもまだ煩雑であった茶会の形式をさらに簡略化するとともに、詫び道具を制作、プロデュースして、多くの支持者、後継者に恵まれたことが、利休を詫び茶の完成者と言わしめるゆえんである。 利休の祖父は、先家系事によれば、里見太郎義春次男、田中五郎抜損、小国城州、東山自称院、吉政公同胞賞金と説明されており、新田里見氏の一族田中氏の出身とされる。また、仙利休由書書には、利休先祖の義派、代々足下学房家に、しかも御道胞に、しかも行座公。先祖より、田中氏に、しかも行座公。 中んずく、利休宗夫は中瀬に編み、初目瀬に編みとゴす、大層はさとみたろうぎ次男、田中の清よと、サルバスそんなりとうん、と、高、しかも、東山久保自称意吉政高のご同胞に、しかもギ座こ高、瀬に編み発信いたし、先週酒井高官挙手騒老、その子よへいは中の名字を、改めめ父の名の瀬を取り名字にいたし、よへいとサル、ル高、 しかも堺の今市長に、しかも昇華にまかりむか成功、その子千吉郎と、猿公資金市長に、しかも商売志向所佐藤を好こう,聞こうと書かれており、利休の祖父の名ははじめは、千阿弥、後に千阿弥と言い,い、足利義政の同胞州であったため、その子、田中良平がその阿弥郷の千の字を取って先生を、称したとされる。ただし、阿弥郷は、 当時の自習門徒などには極めてありふれたものであり、必ずしも同報集に結びつくものではない。この説の書室である、千利休由書書は、利休の彦である、更新捜査によるものであり、利休の同時代資料には見当たらないところから内容を疑問視する向きがある。例えば、羽賀公司郎は、千利休由書書の伝承は、大人気末期、第二、室町定行校のことに、 名の見える、同胞戦網を参考にしたのではないかと指摘する。また村井康彦は、利休の祖先が吉政の同胞衆であったとするなら戦、網は、利休の祖父というより曾祖父でなければ時代が合わないと、疑義を呈している。中村修也は、利休の祖父が、足利吉政の同胞衆であったという確たる資料は、なく、むしろ創作された家電と見る方が無難である。ただし、 この記事は、田中聖から先生に変わった経緯を説明する役割を担っており、その意味では、先家が元は田中生であったことは疑いあるまいとしている。さらに、山上聡治の三条衆日記は、利休のことを田中宗益、利休の長男を田中翔安と記しており、利休の晩年に至っても、生としては田中の方が通っていたと考えられることから、 利休の父の代に田中生を先生に変えたのではないとする向きもある。例えば、高座さんは利休の父が田中生を先生に改めたというのも正しくない。三条集二期には田中総益と明記されており、利休の本聖は依然として田中だったことがわかるからだと指摘し、千は理休以前から続く田中家の野豪であるとしている。過密はこれに続けて、 千家は朝鮮系の家ではないかとする説もあるが、田中が聖だったのではそれも成り立たない。もしも日本、貴家聖が田中だったのなら、秀吉の朝鮮侵略中に、昭安が千家に戻したことになり、あまりに不自然だろうとも指摘している。また、義書、南方録によれば、三、亀を除く、いずれかの女子が、天正十九年一月十八日に自害したという。 ありがとうございます。